バイキンのジョーです。はい、ということで今回はね、ご覧の通り E8 系新幹線なんですが、先日ね、山形駅に行って、E8 系新幹線を見てきました。まあその時にね、グッズの方もいくつかね、購入したので、今回はそちらの方をこの中からね、まあちょっとなんだけどね、紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちら。まあね、冒頭にもあった通り、ちょっとね、山形駅で、E8 系見てきたんだけど、その時にね、ゲットした E8 系新幹線グッズ、まあちょっとなんだけどね、紹介していきたいと思います。まあ目の前にあるのはね、無料のものと、まあこれだけはゲットしておきたいかなといったものになるんですが、まずはね、フリーで、ゲットできるものっていうことでこちらになります。はい、これね、スタンプになります。旅の思い出的なね。うん。それがね、E8 系のものに変わっていたので、うん、スタンプを押してきました。そしてさっき気がついたんだけど、スタンプ自体はね、まだ E3 系なんだね。うん。もう頭の中でね、E8 系だなんて思ってたんだけど、今撮影しようと思って、よーく見てみたら、まだ E3 系のまま。まあ、きっとね、そのうち変わると思うんだけど、逆に言えばね、入手できるのは今だけだと思うので、皆さんも急いで、まだ持ってないよ、スタンプ押してないよって方はね、押してきた方がいいかも。うん。はい。まあ、そんな感じで、もう一個、フリーで、ね、無料でもらえるもの。ね、こちらになります。ペーパークラフトです。ね、ツドリーのペーパークラフト。これもね、もらえるんですよ。うん。でね、組み立ててるところも撮影しようと思ったんだけど、あまりにね、見苦しい映像になったので、完成したものだけ、はい、こんな感じで紹介しておきます。うん。かわいいよね。これね、ただかわいいだけじゃなくて、頭の部分を押すとこんな感じに、ね、パタ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 なるんですよ。ね。名札付きで、かわいいよね。うん。まあ、そこまで難しいわけじゃなかったんだけどね、ほんと映像の方がちょっと、これ見せられるってどんな気持ちだろうと思ってね、カットしました。うん、皆さんもね、ぜひ、ゲットしてね、作ってみてください。かわいいよ。で、ここから2つは有料のアイテムになります。これだけはね、ゲットしておきたかったんだよねっていうところで、はい、E8 系新幹線弁当。これですよ。いや、何気にこのお弁当箱を集めてるんだよね。まあそんな感じでね、まあ、ぐるっとこんな感じなんですよ。まんま E8 系。ね。さらに、お弁当食べ終わると、小物入れとしてもね、使えちゃうし、プラレールもね、入んなくないです、中に。うん。E8 系のプラレールをここに収納してもね、また楽しいかななんて思って、用意したんですが、中身の方はね、もう食べちゃいました。うん。っていうのも、まあ、買ってきてすぐに撮らなくちゃいけなくて、ね。まあ、いつも通りね、喋らないパターンの動画の方は撮影してるんです。まあ、ちょっと今映像流しておこうかな。で、中に入っているのは、オムライスとか、ハンバーグ、エビフライ。今映像が流れている通りですね。今ちょっと記憶なくなっちゃいました。みたいな感じでね、基本的には E3 系の時と同じだったんだけど、王将のね、なんか形をした、なんて言ったかな。和菓子みたいな。そういったものも入ってました。これは初かな？うん。みたいな感じでね、すごく美味しかったです。小さいお子さんは特にね、すごく食べやすい内容だと思う。まあ、ちなみにお値段の方がね、1600円くらいだったかな。うん。まあ、ちょっといい値段なんだけどね。これはだいぶ思い出になると思います。コレクションにもなると思います。そして、もう一つ。これもね、絶対にゲットしておきたかったんだよねっていうところで、こちら。ツドリーです。かわいいよね。ね、いい年したおじさんはね、こういうかわいいものが大好きなんですよ。うん。でね、いつも恥ずかしげもなくこういうグッズ集めるんですが、気になるお値段の方が、2000円くらいだったかな。1980円プラス税だったかな。ん？税込みだったかな。だいたいそのくらいです。2000円前後。うん。約2000円。そのくらいでした。あ、そうそうそう。最初に言うべきでした。ツドリーって何って話だよね。JR 山形の新キャラクターです。はい。去年の8月くらいにお披露目されたのかな。ツドリーのツが、翼号のツ。で、ドリーが、山形県の鳥だね。おしどり。この二つのね、名前を組み合わせて、つどりって名前がついたらしいです。
どうしてもさ、新吉くんと、スイカのペンギンと並べたくて、ね、これだけはと思ってね、入手してきました。旅のお供としてもね、だいぶ優秀だと思う。はい、そんな感じで今回は、まあ、ちょっと簡単にではありましたが、もうピンポイントではありましたが、山形新幹線、E8系グッズの紹介でした。はい。そんな感じでね、まあ、今回はグッズのみの紹介でしたが、E8系が走ってる映像の方もね、別枠で別動画でもう動画の方公開しています。で、さっきね、映像の方もちらっと流した、E8系山形新幹線弁当、そちらの方の動画もすでに公開済みです。よかったらね、そちらの方も合わせて見てやってください。もう正直ね、ニューデイズにあったグッズ全部欲しかったんだけど、はい、正直に言いましょう。予算の都合でございます。ね、YouTuber なら YouTuber らしく、全部揃えて買っちゃったみたいな動画出したいんだけどね、ジョーは人気な、大人気 YouTuber じゃないからね、全然。うん。もう欲しいもの、まあ、これだけはゲットしておいた方がいいんじゃないのかなっていうものだけ、ピックアップして購入、そして紹介させていただきました。うん。まあ、といったところでね、基本的に、バイキンのジョーのチャンネルでは、玩具レビューが、まあ、主なものになってきて、プラレールとかね、あとシンカリオンを中心に、動画の方展開していますが、その他にも今回みたいなね、鉄道グッズの紹介であったり、駅ブラ企画など、うん、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして、他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。